の50キロ計算で入れてあるので、一般団体がうちにいるので一番小さいので150キロ、一番大きいので250キロだと、なんで3倍から5倍を上げます。なので薬を上げるときには体重が分かってないと薬が上げられないです。これはね、餌の魚を全部いっぺん冷凍しているので、冷凍するとビタミンがなくなっちゃうんですね。なのでそのビタミンを補うために、まあサプリメントみたいなものですね。なんで動物たちには必ずビタミン剤をあげます。毎日ですか？そうです。でないと自然で食べてる栄養価と違ってしまうので。